JBJJ 不全日本見どころ紹介、はい、チャオビです。チャオビ、はい、チャオビになってくるとね、これがちょっと今回6名あって、はい、俺がね、あの見れるの多分2名ぐらいになると思うんで、うん、クロービとチャオビぐらいが見れればいいなと思ってるんですけども、はい、っていうところなんで、はい、チャオビのルースターから見ていきましょうね、はい、ルースター、はい、堤浩太、はい、高橋宏樹、はい、渡辺直也、うん、これですね、俺が知ってるのは、はいはいはい、堤浩太はね、この間のドマウインターナショナルで、いつもね、あのルースター級で試合できないっつって、うん、でいつもあの階級上げで試合とか出てて、だから結構あの中部の大会だとあのマテウスを広富とかでやって、うん、でちょっとしんどい試合してたんですけど、この間はちゃんとルースターで試合成立して、はいはい、もう一本勝ちしました。すごい。で無差別でも3位決定戦で一本勝ちして3位入賞してましたね、はい、うん、で今あの一応だあのブラジル行ってね、はい、あのすごい修行、コロナ禍なんかブラジル行ってたんですよ、バルボーザーのとこ行って、あの本部道場、マルコ・バルボーザーの本部道場と、あとは宮下、うん、名前なってたかな、あいつ、俺がビシェル宮下の道場で武士道柔術で練習しながら、はい、住み込みしながらやってましたね。でそれで帰ってきて、福住柔術から、今は自分で作ったのがね、名前なんていうかな、ポルボックス、チームポルボックスっていうのを自宅で作って練習してると。すごいですね。でけどアソシエーション的にはカールストヨタだということで、カールストヨタ所属で出てますね。はい、堤浩太頑張ってください、はい。であとは高橋宏樹、ブレイブハート、これ去年も出てましたね。はい、出てましたね、チャンピオンでしたね。あと渡辺直也選手は渡辺翔平選手の弟さんですね、はい、うんうん、でこのルースター級の6名、うん、そしてライトフェザー、はい、でここがまた結構いいと思いますよ、はい、で橋本淳君、橋本智之の弟ですね、エリック・メネギン、はい、エリックだからイグルですね。本当だ、イグルになってる。いやそう、いやとっくのとこですよ。あ、そうなんですね。でエリックもね、もともとチェックマット、はいはい、から一時期カルペディエム、うんうん、そしてまたチェックマットに出戻って、うん、そしてイグルと、はい、今はイグルで頑張ってる。で、はい、ライトフェザーを出るのも久しぶりじゃないですかね。で、まあ、スキンヘッドにして、ね、スキンヘッドでしょ、はい、エリックも頑張ってると思うんです。荷上げをやりつつ呪術やってっていう感じ、はい、そして野村優馬ですね、はい、野村優馬は去年の全日本の、はい、紫組のチャンピオンですね。ですね。で今年は、はい、チャオビになって出てくると、はい、でこの東日本選手権も優勝してましたね、うんうん、しましたね、はい。あとは篠田光弘選手、はい、はい、これどういった選手ですか。はい、ガードワークが素晴らしい、優れた選手ですね、はい、はい、これキングスのスポンサーになりましたかね。そうですね、キングス選手ですね、はい、はい、でそこら辺の人たちが出てくると、はい、ライトフェザー級、そうそう、チャオピフェザー、はい、これフェザーがね、はい、またここはすげえなと思うんですけど、うん、この間やったね、はい、KIT トライアルに出た平田光志郎、はい、鈴木和弘、はい、それで上久保修也、この3人がみんな出てる。出てますね。でそこに田中義敦、谷口勇気、うんうん、谷口勇気は、このパレスラ千葉ですね。千葉ですか。で、もともと柔道やってた選手で、はいはい、非常に強いっていうことで、うんうん、マスターだったかな、うんうん、で結構あれかもしれないけど、けど非常に強いと、うんうん、で田中義敦、はい、この人は、ね、インディアポリスにいましたね。インディアポリスから今、歯医者さんです。あ、そうなんですね。帰国して、うん、今は、パレス、カルペディアムの三田じゃない、青山で、うん、スタッフ、あ、そうなんですか、トレーニングみたいなのやって、でこれからだって、8月の、終わりに、うん、北海道の十勝に帰って、その方ですか、カルペディアム十勝を作る。はいはい、見ました見ました、はい、でね、もうその方です。家の隣にその道場建てるって言ってましたよ。すごいですね。物件を探すじゃなくて建てるって言ってたからさすが歯医者、寝かちもよし、田中すごい。これでマリトッツォおごってもらいましたから、はい、ありがとうございます。ということでこのチャオビフェザー級、はいはい、けどね、幸四郎がね、うん、この間もとんでもなく強かったんでね、うん、だけどこれでもうどうなるかっていうところですね。どうなりますかね、はい、でけどこの間鈴木和弘だってね、この間はちょっと上久保修也と幸四郎負けちゃったけど、はいはい、このまんまじゃ終わんねえと、そうですね。でもう JBJJ フルールだったらいけるぞっていうところもアドバンテージさ、レフリー判定ありますから、はい、そこら辺も狙っていってほしい。そうですね。だまああとはね、もうダブルアンダーの鬼、上久保修也もいますよ、うん、はい。で吉田の顔はだって、まあ、IBJJF のオープントーナメント、はい、オクラホマインターナショナルとか、あとシンシナティだとかどっかで、結構ね、すごいですね、出てるんですよ。でマスターだけどダブルゴールドやってますからね。なんかめっちゃメダル持ってましたよね。そうなんですよ、見ましたよ。だからもうアメリカ帰りですから、すごいな、ゼータガンダムに出てくる木星帰りみたいなパプティマシロッコ的なジュピトリスみたいなところがありますから。そうなんですね。そう、アメリカ帰り、帰国第一線ですよ、はい、あの武藤敬司が帰国してきて、はいはいはい、いきなりね、あのマスター1と橋本真也のね、はい、IWGP タッグに挑戦して、はい、長野とね取ったみたいな、それの NK ホールみたいなところがありますよ、はい、そうですね。それが横浜武道館ですよ、はい、起きると起きると思います、はい、
分かりませんが、はい、頑張ってください、はい、また勝ったらマリトッツォで乾杯したいと思います、はい、そしてライト級、はい、でここはねマイケオーラ出てきましたね、はい、だマイケってこの、結構重かったと思いますよ、うん、ミディアムエビーとか確かにミドルとかになったら、ね、ちゃんときっちり落としてライト級、はいはい、やっぱパンナムいきますからね、あそかパンナムの前にこのだからに日本で勝てないやつがアメリカで勝てるわけねえぞということで、うん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 、もうそこが一つのね通過点というか、うんはいはい、ここできっちり勝ってさあアメリカへっていうところだと思います、うん、でそこにストップをかけるのがこのクレイグ・ハッチソン、はい、クレイグ・ハッチソンはねチャンピオン、そうです、マイケルチームメイト、この柏村仁之助にずっと勝ってますから、はいはい、村田組の全日本でも勝ち、その後の、うん、ランキングさっきとかな、うんスミナックでやった大会でも勝ち勝ってる、はい、でこの、チームメイトのこの、うん、マイケ大浦が、はいチームメイトのうさを晴らすのかどうか、はいはい、そしてそこに、出てくるのは、長谷英一さん、長谷英一さんは去年の、ね JBJJ SJJJF の全日本で、うん試合やってグランドで負けてましたけどね、うん、非常にいい試合をしてたと思います、はいはい、そして出てくる、瀬谷俊彦トラスト住宅アカデミー、はいはい、で彼もねこの間のドマウインターナショナルで、うん階級別優勝、はい、無差別はマテウスに負けたけどマテウスあと1本まで、うん追い込ん で足首を決めかけて、はい、怪我させましたから、はい、すごいそのくらい決めがある選手、楽しみ、そしてあとは松井大二郎、はい、あとスタジオ、はい、この人だけちょっと分からない、分からない、はい、分かりません、はい、あの松井大二郎じゃないですよね、違う字ですね、違うと思います、はい、けどここでねマイケの、うん、パンナム前のこの試合をどうなんだっていうところを見たい、はい、マイケとそのクレイグ・ハッチソン、はい、クレイグ・ハッチソン JBJJF にマイケが出るの久しぶりですかね、だから去年出てないですからね、はい、だからちょっとこれもどうなんでしょうか、うん、はい、瀬谷俊彦選手もねあの中部から出てきますから、はい、これもちょっと注目しておきたい、ね、はい、そしてミドル級、はい、出てきましたロジャービア、はい、元トライフォースですね、ライト級ですね、あミドル級か、ミドル級、はい、ロジャービア、そうです、元トライフォース青山で、はい、ビットコイン、はい、ビットコインビットコインキャッシュの方ですね、そうですね、の創始者ですね、創始者ねえ、はい、すごいと思いますよ、すね、ビットコイン、ミスタービットコイン、はい、ロジャービア、ロジャーバー、ちょっとよくわかんないんですけど、ロジャービアだロジャービアですね、はい、でもこの人も、出てくる、久しぶりじゃないですか、はい、うんね、ビットコインちょうだいっつって、ワンコインちょうだいっつって、はい、ワンコインもらったら相当なもんだと思いますからね、はい、ちょっと行ってみたいなと思っております、言うだけはただです、言うんだ、はい、で、柏村仁之助、はい、いろいろありました、はい、いろいろあって戻って、イーグル。でミドル級、はいはい、ライトから階級上げましたね、うんうん、やっぱもうライト級にはねマイケがいますから、うんうん、でやっぱちょっと階級をずらそうということで、はい、ミドル級、そして平沢博士、はい、でこの間の、東洋選手権優勝、うん、 そうですね、そこで、負けたのが峰岸玲也、玲也はね今パレスの声はディストラクターやってますから、うんうん、それこの間もね 2-0 と負けました、うん、手下されちゃいましたね、けどそこにどうなっていうところ、うんうん、あと原島修一郎選手は、はい、パトスタジオ、そうですね、であとは坂田光介選手、GSB ですね、はい、が出てくる、楽しみですね、はい、でミディアムヘビーは柳井優斗一人エントリー、うん、去年はね紫帯の、ミドル級、去年は、ミディアムヘビーかな、はい、で紫帯で、階級上げて出てで優勝しましたね、あ柳井君は茶帯で去年優勝してます、あ去年、あそう去年がミディアムヘビーだっけ、はい、そうです、でそれで去年は階級上げたんだよね、そうです、ね、本来の階級じゃないって言ってたのを覚えております、ミドルからですかね、で今回はミディアムヘビー、なんでミドルいかなかったんだっていうのもありますけども、うん、ミディアムヘビーで一人優勝、 そうです、ね、そしてヘビー級は、はい、グレシーバッハの、はい、読めない人、ちょっと、ね、ベデネフ、ベデネフ、セルゲイ・ベネフですかね、ちょっとリングスロシア的なところがあって、ね、あと市川幸輝選手、はい、これはあれですね、ジュースナビのコラムニスト、はい、そうですね、はい、います、どうなるか、ワンマッチどうでしょうか、はい、ちょっと分かりませんが、大木君勝ってほしい、でここでオープンクラスですね、はい、でやっぱ、クレイグ、平田、ロジャー、マイケ、うん、平沢、はい、市川幸輝、柳井優斗、はいはいはい、まあ俺はちょっと柳井優斗がね行くんじゃねえかと思って、まあそうですね、はい、ちょっと柳井優斗大きいですしね、もちろんマイケも、出てきますからね、うん、やっぱマイケはね、爆発力ありますよね、うん、であとその甲子郎なんて言っても3連勝かなんかしてますね、えそうなんですか、もう甲子郎勝てないですマイケ、マイケのああいうようななんつう、瞬発力というか、うんうん、そういうスクランブルに強いのがこのマイケの強みかなと思っております、そうなんですね、でやっぱここら辺がそのまた甲子郎対マイケの試合があるのか、そして柳井優斗どうなんだ、はい、でもちろんクレイグもいますよ、うん、そしてその、コラムニストもいますし、コラムニストもいます、はい、ちょっとそこら辺も見ていきたい、これがアダルト茶帯の試合の数々です、はい、はい。